山形スタート。聞こえ山形スタート。今日のラインナップ。ブルイズモンテディオは今季初の5連勝を果たしたいわきとの一戦を越智さんが振り返ります。マンスリー企画極上プロフには野田裕樹選手と横山瑠衣選手が登場。普段からいつも一緒という仲良しの2人がプレー秘話を語り合います。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。こんにちは。モンテディオ山形の情報をお伝えするブルイズモンテディオ。今日は第20節いわき戦を振り返ります。先月 J クラブの社会連携活動を表彰するシャレンアウォーズにて、山形の高校生マーケティング探求活動がクラブ選考賞を受賞。この日スタジアムでは活動に参加した青木さんたちが代表として出席し、受賞式が行われました。このような賞をいただけて、活動を認めていただけて本当に嬉しいです。若い人たちがいろんなことにチャレンジをして、山形県全体が希望のある夢がちゃんと見れるいい地域になればと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではリーグ初対戦となったいわき戦のハイライトから。山形は天皇杯を除けば5戦連続で先発を変えず、好調なイメージのまま今季初の5連勝を狙いました。前半、いわきのプレスに苦戦した山形でしたが、後半早々の48分、先手を取ります。北部がコーナーキックから精度の高いクロスを上げると、ニアで熊本がコースを変え、そのままゴールに押し込んだのはチアゴ・アウベス。5試合連続リーグトップに迫る今季10ゴール目。波に乗る男の笑顔が光ります。そしてチアゴの活躍はアシストでも。79分、チアゴがアウトサイドで相手の背後を突く絶妙なスルーパスを出すと、冷静にキーパーをかわしゴールへ流し込んだのは途中交代で入った加藤大輝。山形はリードを広げますが、ゴールラッシュはここで終わらず、終了間際、山形は藤本、千谷子が途中交代で抜ける中、加藤が主戦場の左サイドからフォワードにポジションチェンジするとすぐに適応。田中が相手守備の隙を突く素早いクロスを上げると、加藤がスライディングシュート。ダメ押しとなる3点目を蹴り込みます。山形は今季初のリーグ5連勝、順位は11位まで浮上、勝ち点4差でプレーオフ圏内が見えてきました。今回私が注目したいのは2得点を挙げた加藤大輝選手です。加藤選手の素晴らしかったポイントは、ボールを受ける前のコース取りとスピードの緩急。まずは1点目の動きから。加藤選手はチアゴにボールが渡ると、前を向きながらも横へスライドしタイミングを見計らいます。そしてパスが出る瞬間、一気にゴール方向へ加速。オフサイドにならないよう的確なタイミング、コース、スピードの緩急を見極めて走ることで、相手の背後をうまくつきゴールにつなげました。そして2点目の加藤選手の動きも。河合シュートがボールを拾うと見るや否や、加藤選手はまずゴール方向へトップスピードで走り込みます。ところが田中航にボールが渡ると、今度は一気にスピードを減速、相手の背後にコースを変え死角に潜り込みます。そしてラスト、クロスが上がる瞬間、再びスピードを上げてゴール前に走り込むことで2点目を奪いました。過去にフォワードっていうのは経験したことがあって、相手の背後を取るっていうのが自分の持ち味なので、そこをしっかり狙っていけたかなというふうに思ってます。山形は現在フォワードに怪我人が続出。それでも加藤選手がその穴を埋め、得点を重ねてくれることを期待しています。ここからはマンスリー企画の極上プロフ、野田裕樹選手と横山瑠衣選手が登場。2人は2歳年が離れていますが、プライベートも一緒に過ごすほど大の仲良し。
それぞれが考えた質問を一問一答で答え、極め付きのプロフィールを作っていきます。青を極める極上プラフ、スタート。じゃあ始めます。今季のベストプレーは熊本戦のクリア。チームの中でなれるとしたら誰？いや、いない、はい、いない。俺は俺でいい。試合前のルーティーンは？ガブ飲み。今季心が動いた出来事は？8連敗後のベルディ戦勝った時ですかね。じゃあラスト、渡辺監督の好きなところは？スタイリッシュ。野田選手の一問一答。この中で横山選手がまず気になったのは今季のベストプレー。あれはやっぱもう、うわ入ると思ったじゃないですか。ちゃんとカバー入ってたんで、おいってなったっす。勝手に動いたっすね、足が、はい、やばいと思って。地味じゃないけど、その、いや派手だよ、大事なプレーっていうか、最後も諦めない、ちゃんとキーパーカバーするとか、そういうのはマジで大切にしてるから。一番横山選手がもう一つ気になったのは今季心が動いた出来事。まあ長谷君やったし、確かにキーパーが、俺より早くクラブハウスに来て準備してる姿を見て、なんか8連敗を止めたいっていう気持ちもあったけど、なんか長谷君のために勝ちたいみたいなのがまあすごいあって、感動しましたね、勝った時は。初スタメンですよね、長谷君。初スタメンでね。お次は横山選手の一問一答。今季のベストプレーは？まあ初、今季の初ゴールですかね、藤枝戦の。チームの中でなれるとしたら誰？まあ、ヨシキ君かな。試合前のルーティーンは？右足から入ります。グランドにね。今季心が動いた出来事は？監督解任になった時かな、うん。渡辺監督の好きなところは？かっこいいっす。はい、あっさ。横山選手の回答。まずこの中で野田選手も気になったのは今季のベストプレー。岡山戦で初出場で、まあ、そんな悪くなかったけど変えられて前半で、で藤枝戦、まあ、ちょっとその、なんだろう、なんで俺変えたのみたいな。岡山戦の、悔しさが生んだみたいな。すぐ入って点取れて、まあ他行くぞみたいな、あの雰囲気になったっていうのは自分でも分かったし、まあ逆転できたんで、まあチームも勢いつけられた。あの1点が、まあ、今シーズンこれからの元出場機会だったり活躍に繋がるんじゃないかなっていうのは、はい、感じましたね。そして野田選手がもう一つ気になったのは渡辺監督の好きなところ。じゃあめちゃくちゃ気になってるんですけど、渡辺監督の好きなところ。具体的に、あの、まあコーチ時代からちょっとよく自主練とかしてもらってたんで、まあ、頑張ろうって思えたりしましたし、なんだろう、むずいな、それむずない。ピッチサイドに立ってる、あの立ち姿すごいスタイリッシュやし。確かにすごい、後ろから見ててもね、ベンチから見ててもマジかっけえから。でも意外と厚さもあるんで、まあ、すごい勝つ入れるとこは入れるし、すごいイメージと違ったというか、まあ、いい意味で、はい、違いました。いいですか？まあ、はい、まあ、ルイからは出なかったっていう。ナベさんの、はい、ですよ、それは。サッカーに関する2人の一問一答はいかがでしたか。来週は後半戦、2人がプライベートについて語り合います。お楽しみに。みんなで集合。
今回のみんなのシュートは寒河江市のサッカー大好きママさんから。サッカー部に所属する高校1年生の息子さんがリフティングする様子を送ってくれました。いろんな技を習得できるよう日々練習を重ねているそうですよ。かっこいいですよね。動画や写真を送ってくれた方にはモンテリオ山形のタオルを差し上げます。皆さんも番組ツイッターまでどんどん投稿してください。フォワードの気分を長い時間に味わえるように、これからもちろんゴール決めたいんですけども、でまずはまあチームが勝つこと、それが大前提として、これからも頑張っていきたいと思います。